ら負けないよ。16年連続となるニューイヤー駅伝出場を決めた三菱重工マラソン部。このイベントはチームや選手に親しんでもらおうと定期的に開かれていて、今回が14回目になります。この日は小学生から一般までおよそ300人が参加。三菱重工の選手と小中学生チームとの対決では会場が大いに盛り上がりました。三菱重工の皆さんと走れることは数少ないので、みんなの陸上への意識が高まっていいなと思いました。日本歴代4位のタイムを持つ山下選手をはじめ、憧れの選手と触れ合える貴重な機会です。まあ、自分の新鮮な気持ちと、まあ、あと楽しいなっていうのがあります。ニューイヤー駅伝はやっぱりここから2ヶ月間しっかり走って仕上げて優勝を目標に頑張りたいと思います。三菱重工マラソン部が出場するニューイヤー駅伝は来年1月1日に群馬県で開かれます。